梅雨明けしか感じないです。このジメジメするよね、すごい、うん、梅雨明けたのに湿気がすごい。今日の東海地方は高気圧に覆われ、朝から青空が。名古屋地方気象台は東海地方が梅雨明けしたとみられると発表し、去年より2日遅く、平年より1日早い梅雨明け発表となりました。梅雨明けの発表に街の人は、いや、雨降るの嬉しいけど暑くなんだなって感じがします。続いてほしいですね、こんな暑くなるなら。夏になると毎年結構疲れちゃいますね。人が生きれないぐらい暑さだから嫌だな。各地の気温はぐんぐん上がり、午後3時までに名古屋市では 35.9 度を観測して猛暑日に。三重県伊賀市上野では 35.7 度、岐阜県多治見市では 36.5 度まで上がりました。愛知県と三重県には9日ぶりの熱中症警戒アラートが出されています。